2013年ダカールラリーにて、写真左側の運転席が菅原。菅原義正は、日本のラリードライバー。北海道小樽市出身。日本、レーシングマネージメント株式会社取締役会長、チーム菅原前代表。GK ダイナミックス株式会社代表取締役の菅原義春は、長男、ラリードライバーで、現チーム菅原代表の菅原寺市一氏は次男。 学生時代は自動車部でラリーに参加。1965年10月のモーターファン、コンバインドラリーにホンダ S600 でサーキットデビューを果たす。翌々年からミニクーパー S で全日本レーシングドライバー選手権に参入。昭和40年代は主に国内レースで活躍し、1965年から1981年の17年間で、 国内59レースに参戦。時にはワークスチームを食う活躍を見せたが、主催者のワークスチーム寄りの姿勢に嫌気がさし、菅原はサーキットレースから距離を置くようになった。なおこの間の1969年にレーサーのマネージメント業務を行う日本、レーシングマネージメントを設立している。1970年代に、生沢徹らと共に、 チーム小連れ狼を結成して、二輪やオフロードをメインに活動を行うようになった。ホンダ・アクティ三代とアコード一代で、カラチュリスボンカンを走破し、1982年には、鈴木ジムニー戦で、サハラ砂漠を横断。1983年にダカールラリーにデビューし、以降ファラオラリー、パリモスクは、北京ラリー、ラリーレードモンゴル等の海外ラリーレードに出場するとともに、 国内でもツールドブルーアイランドラリーや北海道4、デイズ等のラリーレードに精力的に出場している。ダカールラリーにはデビューから一度も途切れることなく連続で出場しており、日本人で唯一元オートカミオン3部門で出場した経歴を持つ。また1989年の第11回大会から2009年の第31回大会まで、 ダカールラリー連続完走を達成している。2005年の第27回ダカールラリーからは、次男の菅原テラシ・ヒトシと共に日の、レンジャーに大体制で出場。日本人初の親子ダカールラリードライバーとなった。2007年の第29回ダカールラリーで主催者の ASO より25回連続出場の表彰を受ける。ダカールラリーの紙オン部門において、 中型車ベースの車両ながらも大型車のモンスターミオンと熾烈な戦いを繰り広げる菅原のレンジャーはリトルモンスターの名称で恐れられている。レンジャーに取り付けられた鯉のぼりは菅原のトレードマークとして有名である。2008年1月ギネスワールドレコーズにダカールラリーの最多連続出場記録保持者として認定された。 2019年4月23日にダカールラリーからの引退並びにチーム菅原代表を退くことを発表。記録は最多連続出場並びに最多連続完走。チーム菅原の公認代表には次男の小児が就任した。しかしレーシングドライバーとして引退したわけではなく、2020年からはイクイップ菅原を設立して、 ヤマハの SSV である UX1000R でアフリカのエコレースに参戦するとしている。トヨタのドライバーであった三崎清は1971年のマカオ GP に出場するにあたり、菅原からホンダ AC7 を借りた。決勝ではガスケットが抜けるトラブルに見舞われながらも3位表彰台を獲得した。ありがとうございます。